壊れてしまったバズのために魂を呼び起こしたいと思いますので、では行きますよ。どうも、シュンズ TV です。今日はロッツォがなんか私に話があるということで、今トイストーリールームの隣の部屋にある寝室に来ております。ロッツォ、一体話って何？おい、シュンさん、バズがなぜ自ら冷凍庫に入ったのか理由が気になる。だからバズの魂を呼び起こすための降霊術をやるのはどうかね？いいんだけどさ、でも降霊術ってふざけてやるようなもんじゃないから。ちなみに降霊術は何をやるつもりなの？スパークスに頼んでパソコンで調べてもらったところ、一番いいのはコックリさんじゃないのかね。そしてバズの魂から直接話を聞ければ一番早いと思うんだが、どうかね。確かにそれをやれば一発でバズの気持ちがわかるかもしれません。過去の動画見てくれた人わかると思うんですけども、バズが冷凍庫から発見されて完全に壊れてしまいました。なので今シュンズ TV の部屋にはもうバズがいないんですけども、そのバズを冷凍庫に入れた犯人を探すためにコックリさんをやるのはいいかもしれませんね。よし、そうと決まれば早速始めようではないか。わかりました。早速皆さん、トイストーリールームに行って今からコックリさんをやりたいと思います。ちなみに皆さん、これはマジで危険な降霊術ですので絶対に真似しないでください。いいですか？コックリさんは真似しちゃダメですからね。では今からやっていきたいと思います。神様よいしょ。まずはトイストーリールームに入りましょう。よいしょと。おもちゃの皆さん、いやー、ロッツォはね、とってもいい提案をしてくれました。バズライトイヤーがですね、残念ながら壊れてもう完全になくなってしまったんですけども、バズがいない生活はみんな寂しいよね。でもバズの幽霊を呼び起こして、そしてバズに直接聞くことができれば犯人がわかるかもしれない、そういう風にロッツォが教えてくれました。ロッツォはとってもいい提案をしてくれますね。よー、幹部メンバー、みんなで会議は進んでいるかね。これから降霊術でバズの魂を呼び起こすぞ。それでは皆さん、早速今からコックリさんをやりたいと思います。さあ、まずは大きくて白い紙を用意しました。ここにですね、コックリさんのあの文字を書いていきたいと思います。登録してね。さあ、書けましたよ。そして10円玉も用意しました。皆さん、これは本当に危険な降霊術ですので真似しないでくださいね。まずやり方として、この10円玉の上に指を乗せます。そしてコックリさん、コックリさん、返事をしてください。そう言って10円玉が勝手に動き出すそうなんです。そしてもしもコックリさんの途中で10円玉から指を離してしまったら、完全にお化けがこの部屋の中に現れるそうなんです。だから絶対にこれはコックリさんをやってる最中は10円玉から指を離しちゃいけないそうなんです。だから私は完全にしっかりとやっていきたいと思います。さあ、それでは準備ができました。とってもとっても怖いですけど、でもバズのためです。壊れてしまったバズのために魂を呼び起こしたいと思いますので、では行きますよ。初めてだからな、緊張するな。いやー、ちょっと手が震えてきますけども、でもやっていきましょうか。よし、ここからもう絶対に指離しちゃいけないわけですからね。
こっくりさん、こっくりさん、いたら返事をしてください。え、待って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 、マジでガチじゃん。勝手に動いてますよ。入って、あー、マジか。これ絶対途中でも、やめちゃダメなやつですね。こっくりさん、そうだ、バズは、冷凍庫に入っちゃったんですけど、本当に自ら冷凍庫に入ったんですか？入って、そうか。じゃあバズは本当に自ら冷凍庫に入っていったんですね。いや、恐ろしいな。なんでなんでしょうね。なんでバズは自ら冷凍庫に入ったんですか？さあ、くせん、作戦？そうか、何か作戦があったってこと？でもバズは完全に壊れちゃった、壊れて死んじゃったんですよね。いいえって一体、じゃあバズは今生きてるってことなんですか？嘘でしょ？だってポリス・ステンチーが第一発見者で、どうなってんの、どうなってんの、ちょっと、シュンさん、何ロッツォ、助けてくれ、窓の外に誰かいるぞ、外を見てくれ。外に誰かって、でもなんか今続いてますよ。そんなことよりも外を見ることが先だ。分かったよ、ちょっと早く。外、誰がいるんだろう一体。おい、シュンセミ、何ダッキーとバニー、なぜ手を離した？途中で離したらダメだろう。やばい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 、指離しちゃった、指離しちゃったよ。ロッツォ、誰が外にいるって。ああ、私の勘違いのようだ、すまない。嘘でしょ、離しちゃったよ。え、うわ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 、やばい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 、マジでやばい。くそ、やっちゃった。そんな、マジか。怒ってるんですかね、完全に怒ってるんですかね。やらなきゃよかった、くそー。皆さん本当にすいません、途中で指を離してしまいました。指を離すと幽霊がもう完全にこの部屋に取り付くって言われてるんですけども、やっちゃいましたよ。しかもあんな一瞬の隙にろうそくの火が消えて、しかも髪がボロボロになってました。皆さん、マジで、ちょっとこれマジで、真似しないでくださいね。本当に真似しないでくださいね。とりあえず、ちょっと、なんとかちょっとこの降霊術を解きたいと思いますので、では皆さん、またお会いしましょう。さよなら。ああ、皆さん、ロッツォはとっても頭がいいんじゃが、ロッツォの言うことをやると、どんどんハプニングが起きてきますね。あ、さて、ジェニーちゃんとスマイリーロックのコーナー。スマイリーロックさんとジェニーちゃんに質問です。犯人はロッツォと思いますか？ママ。ああ、そうじゃな、ジェニーちゃん。ロッツォのことは疑いたくないですね。でも、バズが自ら冷凍庫に入ったのは何かしらの理由があったと思いますよ。ああ、皆さん、バズがなぜ冷凍庫に入ったのか理由をしっかりと突き詰めたいと思いますので、またお会いしましょう。